吉野水分神社は奈良県吉野組吉野町小森地区にある神社。別名を小森宮と称す。2004年7月にユネスコの世界遺産、紀ー山地の霊場と山景道を構成する資産の一部として登録された。創建年代については不詳である。当社に関する最も古い記録は俗日本紀の文武天皇2年4月29日の上で馬を 吉野水分峰神に立て祭る。雨を祈ればなりとあり、吉野水分峰神に馬を立て祭りきゅうしたとの記述である。また、万葉集には、神サブル岩根小し君吉野の水分山を見ればかなしもとあり、戸から遠く離れた水分山が歌に読まれていることから、吉野の水分が信仰されていたことが伺える。元来は、吉野山の最用部、吉野町、黒滝村、 川上村の境に位置する青根が、峰の山頂に位置していたとされ、その山頂から西北約1キロメートルの山腹には、元、水分神社跡と,と伝わる場所が残っている。青根が、峰は、吉野川の支流であり、東へ流れる大東川、北へ流れる北、谷川、西へ流れる秋、野川などの源流となる山で、水分イコール水配りの神の鎮座地にふさわしい。 場所である大道元年頃に現在地へ潜座した。演起式神明帳では、大和国吉野郡吉野水分神社として記載され、大こそに列紙、月次新滑の平白に預かると記されている。鮭は、千坊家である。葛城の水分神社、げ水分神社、ウフ都市水分神社とともに、大和国四所水分社の一つとして、水の神を祭り古くから信仰されてきた。 約700年前の室町時代より、当社境内でお田植え神事が行われているが、神社がある吉野山では水田がないにもかかわらず神事が行われるのは、里に水を行き渡らせる水分の神が祀られているからである。また、三まりが三籠森と鉛からおもりとして平安時代中期頃から籠森明神と呼ばれるようになり、藤原の道長の日記、 未同関白期や清少納言の枕の宗師にも小森明神として登場している。また、道長は観光を4年に金邦山山城の小森明神に金銀五色塔を建て祀ったと記録に残懲り、当時の権力者からも数形を受け子さずけの神が信仰を集めていたことがわかる。豊臣秀吉が文禄三年に吉野の花見で、 吉水院を本人とし5日間滞在したが、その折に当神社を訪れ小授けを祈願し、秀頼を授かったと伝わる。現在の社殿は、秀吉の意志を継いだ秀頼によって、慶長10年に再建され桃山建築の華麗な様式を伝えている。作事奉行を務めたのは、豊臣家臣で、天ヶ崎軍隊の武部光重である。元折のり長は、父、定理が、 小森明神へ帰省し、授かった子であると、子供の頃に、母からたびたび聞かされたため、後にノ長ナガは、菅笠日記で自身を水分神社の申し子と記し、また、他にも、水分神社を歌にも読んでいる。明和4年、木の川の難所、ザタブチにおいて、年々死者が出たため、イカダノたちが相談の末、水分神社に高さ61段の石段を建納し、 それから一人も水難がなかったため、イカダノリの神様と崇められたという伝説がある。12世紀頃には、神仏集合により、水分神は地蔵菩薩の衰弱とされ、金峰山の座王権現に属する神社として、主元道の行場の一つとなっていた。明治の神仏分離によって、金峰山寺より独立し、孫社に劣格した。神社洋録では、 天水分神、国水分神、神明町交渉、山と国大小諸神社神明紀並演技では単に水神と記されている。境内は北東向きの急斜面を掘削したらに造成した場所にあり、山道の入り口は西方にある大峰山に続く大峰奥がけ道に面している。山道入り口から石段が続き、石段上部に楼門が立ち、楼門には 南北両回廊が接続する。社殿は、この地型に配置され、境内に入って一番奥側正面に閉殿が立ち、左側に拝殿、そして右側には、最上である中庭を挟んで、向かい合うように本殿が立つ。現在の社殿は、豊臣秀頼が秀吉の遺志を継いで再建したもので、胸札から慶長10年に建立されたと推測され、重要文化財に指定されている。 また、秀頼が奉納した重要文化財の御し、芝刀、芋の波動楼がある。境内には人工的に造成された地形や地割りが確認されており、境内の地下の一部には当神社の歴史的、宗教的変遷を示す遺跡が良好に埋蔵されている。また、吉野山は国の史跡及び名称に指定されているが、境内はその指定範囲内にある。 陶器は凍結することがある。以下の社殿は、慶長10年に、竹部光重を奉行として、豊臣秀頼が再建。国の重要文化財に指定されている。長大な拝殿平殿内両端に八角形の古典的信仰が置かれ、正面に神棚がある。おたれ植え祭りは、毎年4月3日に、五穀豊穣を願い、吉野水分神社内で行われる神事である。 吉野町指定向け民族文化財に指定されている。この神事は、約700年前の室町時代より続く祭りで、一年の豊作をあらかじめ祝う、吉久神事であり、他のない吉野山でお田植え神事がなわれるのは、里に水を行き渡らせる、水分の神が祀られているからである。白衣に黄面をつけた、田男と、牛面をつけた牛に噴する男が、拝殿に現れ、 月、桑、まぐわ、柄振り、籠などの他仕事の農具を持ち、田を耕すところから稲の借り入れまでの農作業の手順を、祝い心の問答を繰り返しながら厳粛に繰り広げた、あと、田男が拝殿からごく巻きを行う。王面をつけて行われる沖縄は、沖縄の縁者が神の、よりろと考えられ、神事における神の出現を演出しているとされ、 沖縄を行う者は一座の最長老しか務めることができない特別な芸能である。そのため、室町時代には、吉野猿学の日賀基本猿楽座が300年間、務めていたが、江戸幕府による大和四座を中心とする統制政策により、日賀基本猿楽座一族は、江戸に赴き縁石関係にあった関税座の一員となった。そのため、神社、ネギが受け持つが、 それも禁止されたため、手のと呼び素人が演じることとなり、地元の小森集落の人々によって演じ続けられてきたが、当時の沖縄を演じていた者が恒例を理由に継続できなくなり、1995年頃に当時の吉野山青年団に託され、現在は吉野山の住民で組織されるおたうえ新寺保存会、おたこが継承している。おたうえ新は、本来、 年の初めの正月行事として、もしくは2月に行われるのが慣例だった。また、大正時代には、奈良、春日大社のお上うえの御子神楽を伝習して、成立した八乙女前が存在していたが、様々な変遷を経て、現在の4月に行われる、お上え祭りとして継承されるようになった。一年の他仕事をユーモラスに演じることから、会場から笑いを誘い、 吉野山では親しみを込め、温度と呼び、吉野山に桜が咲く、少し前に行われることから、吉野山に春を告げる祭事となっている。国宝玉寄姫像部分重要文化財史跡及び、名称有形文化財無形民族文化財、ユネスコの世界遺産、キー山地の霊場と山経道を構成する霊場、吉野、大峰の構成資産の一つとして2004年に登録されている。 配管無料。配管時間8時から16時。4月のみ8時から17時。ありがとうございます。